払い技というのは下から払い上げる形がここでは採用される。そのまま相手が降りた立ちにそれを使うとすり上げが生まれるという考え方ですので、しのぎ部分を使って払い上げる格好になります。しのぎ部分を使って払い上げられることで半円を描く心持ちで払い上げられるので、こちらが開けるんではなくてかかり手が自ら隙を作って打つということのを覚えるきっかけになる。払い上げるのに、角度が重要です。あまり大きく払おうとしすぎてこうなってしまうケースが、こうなってしまう。これは実際にはこちらが構えていれば打つ打突の最高の機会になってしまいますので、実際はこの剣からはあまり離せない状況にあるんだということは実践を想定して頭に置いておかなければいけません。